おはろばんは、せつです。デグレードありがとうございます。今回はですね、コンバットショットガンを紹介していきます。こちらパッチが当たりまして、弱体化と強化されております。焼夷弾が、の弾数ですね、が増えて、で、そして装弾の装填速度ですね、リロード速度を切り替えた速度ですね、焼夷弾に切り替えた時のリロード速度が上昇しているっていう感じですね。で、射程距離が短くなっておりますね、これ。で、その比較を紹介していきますので、そうですね、まずは焼夷弾のリロード速度から見ていきましょう。こちらをご覧ください。大型アップデートが入ったおかげでアタッチメントに焼夷弾がね追加されて、派遣じゃなくても使えるようになったんですね。だから今ね、左側、十字キー左ですね、押すと、はい、こんな感じでね速くなっているんですね。で、前までは4発だったんですけど、7発とねちゃんとこの装弾数分入れられるようになっておりまして、かなり強化されておりますね、このあたり。すごい、この焼夷弾に移行するときは早いんですが、通常弾のときはこのように遅いので、これはもう焼夷弾に切り替えたらずっとそれでやっていった方がいいんじゃないかなと思います。これはかなり早いですね。ちなみに拡張マガジンつけると10発になるんですが、焼夷弾はね7発と変わりませんので、拡張マガジンつけた状態も7発出してショットシェルを入れるような感じになっておりますね。そしてこれがハッスルをつけた状態です、はい、めちゃくちゃ速いですね。これもうほんと2秒ぐらいで装填されるので、ハッスルつけていくとめちゃめちゃ速いですね。通常弾に切り替える時もこのぐらいの速さですので、ハッスルはかなり相性いいですね。2、3秒ぐらいですね、装填するのは。はい、それでは射程距離を見ていきましょう。これですね、このパッチ前ですね、今は弱体化されていて少し射程は短くなっていますが、前強化されていた時はこのぐらい で、そのパッチ前ですね、初期はだいたいこの辺りだったかな。ちょっとね、この間隔が空くような感じになっていたんですね。ということで、ちょっと最大射程ですね、ここから撃ってみます。あ、やっぱ当たらないですね。当たらない。では初期の射程と強化後の射程のこの真ん中あたりですね、ここから撃ってみます。おや、これは当たらないね。これ当たらないです。では次に初期の頃から少し離れたところです。あっと、ギリ当たらないですね。すごい、下の画面だともうギリギリというか、もう後ろの壁に当たっちゃってる感じするんですけど、人間に当たることはないですね。では次に初期の射程距離から撃っていきます。当たりますね。ここでギリ当たる感じになっておりますね。ちなみに、2ショットキルですね、2ショットキルとなっております。だからもう前のパッチですね、パッチ当たって射程距離伸びたのがなくなっている感じになっていますね。最初の頃の射程距離と一緒な感じですな。はい、ここです。ワンショットキル射程がここになりますね、この後。ここです。最大射程がここで、2発当てて倒せる距離で、ワンショットキル射程がここですね。まあまあ、3歩分ぐらいですかね。で、ここから7歩分ぐらいかな。まあこれは前と変わらないかな。本当に初期の頃のコンバットショットガンに戻ったような感じですね。では次にアドバンスライフルをつけた状態で最大射程を測っていきます。ここがさっきのギリ当たる距離ですね。で、パッチが当たって最大射程が伸びた時ですねのアドバンスライフル付きが結構離れて、このぐらいだったかな。だいぶ離れていてもね、当たったんですね。かすった感じだから、ほんと小ダメージぐらいだったんですけど、結構ね届いたんですね。でもだからこれですよね、この辺りはもう届くわけがないんですな。で、やっと届くのはここ。だから、ほんと初期と変わんないですね。はい。このぐらいの距離になっております。ここが2ショットキル。で、ここがギリ当たる。アドバンスライフルで、あ、ちょっと、もうちょっと。あ、これは3発キルになるのか。結構弱体化されている感じですね。アドバンスつけても3発射程になっておりますな。はい、いかがだったでしょうか。射程はね、やっぱり弱体化されて当然ですね、これは。そもそもめちゃくちゃ強かったので、それで強化されて、うわ、これ強化する必要あるのかと個人的に思っ
ったりもしたけど、紙バッチだなと思っていましたがね。まあ今回の弱体化で、射程が短くなったのは妥当ですね。当然の結果です。で、焼夷弾が強くなったので、その分、どっこいどっこいかなという感じもしますね。まあまあ、とりあえず使っていきますが、今回は空挺を使って走りながら撃てたりできますのでね。アドバンスライフル、ステディウム、そして当然ながら焼夷弾を使っていく感じですね。で、電撃戦でキルストリークに変えていくような感じでいきます。はい。なんかショットガン実況となると、ここのステージになることが多いような気がするけど、これ何なんだろうね。ここ率が多いね。よし、あ、で、この状態でもね、この、もう焼夷弾に切り替えることが可能ですので、これ説明し忘れてましたね。ごめんなさい。で、だから、もう早い段階でね、焼夷弾を使っていきますので、最初からぶっ放していきますので、これはかなり強化されております。倒して、一人待ってる感じがしてたけど。いたな。OK。ちょっと一人いたな、今。ここで待たせてもらいましょうかね。3発か、あっと誰か来るぞ。来い。おっと、ギリギリ。よかった。ちょ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 。あさすがに待ってくれないな。向こうで、俺が撃った死体が燃えている。ドン。よし、倒せた。あはは。普通のショットガンはもう瞬殺されるからね。焼夷弾は、相打ちっていうことがね、あるからいいんだよね。逆に。この相打ち機能ってやつがね、IW の時にあったんだけど、それね、修正されてなくなっちゃったんだよね。個人的にすごく好きなシステムだったんだけどね。やっぱ撃ってて、勝てないっていうか、自分撃ってるのに負けるというかね、そういう回線負けとか、そういうことが多々あったので、ちょっと当てれてないな。だからね、すごく好きな機能だったんだけど、よし、助かったぞ、どっかの誰かさん。奥にいるな。ちょっと怖いね。ラッキー。うわー、やられなかった。敵の偵察機を加速。偵察いいな。あ、ダメだね。ここリスで抜け出すのはちょっと厳しいんじゃないかな。いないな。はぁ、倒せた。あー、ダメか、逃げられないな。ちょっと射程が厳しいんだって。そんな遠くから撃たないで、撃たないで、撃たないで。頼むから撃たないで。そんな遠くから撃たないでよ。もういいや、来るの待とう。自分から突き進んでも意味ないや、こんなの。そういう努力はしないことにする。よし。オッケー。やっぱいいね、ルガー強い。あ、いた。なんで後ろにいるのかな。あー、怖いな。ここリスもあるのか。てか、ここに隠れてた時によく分かったね。右から撃ってきた人は。ここバレづらいんだけど。え、気のせいかな。いるな。やっと、それは厳しいね。あ、もう。あー、よしよしよし。よかった、相打ちだ。なかなか偵察機までいけないな。いやー、これでもギリギリなんだよな。から行った方がいいんじゃないか。一人いるね。あーっと、向こうに行ってるのが。戻ろう。オッケー。いいね。やっぱガンスリンガーじゃなくて、もうこの空挺のスキルになったってことがかなり大きいよね。あー、あと一発なのに。くそ、全然偵察機呼べないじゃないか。ドン。
余分に撃っとこう。いるな。なんで倒せないのかな ?2 発もぶち込んだのに。あ、でも60なんだよ、あれでクロスワイヤー。全然足りてなかったね、火力が。みんな偵察ばっかり出していいぞ。裏山けしからんぞ。僕も出したいぜ。あーもう邪魔しないでよ。てか撃ったじゃん。当たっていいでしょあれは。さすがに。よし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 。逃がしゃしねえよ。あー怖い。よし。怖いな。そうだね。いや、待ってるのか。あーっと、いるね。そのままこっちに。あっと、そうじゃないんだ。痛い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 。ああ、うまくいかないな。タグよ。うん、ダメだね。装填してるときに走んない方がいいかな。早めに、あーっと、もう、これは死亡フラグ。ずっと見られてたらもう終わりだからな。危ないな。ケイケイ、こっちかな。後ろ怖いよ。あー、いないね。いないね。いないな。いなかったな。あ、肩に力が入る。あー、距離取れてる。もう無理だ。厳しいな。厳しいね。電撃戦にしてきてる意味もないしな。これだったらハッスルでよかったな。いろいろとミスっちゃってるね。リスポン狙おう。わあ、もうかけて見えなかった今。はあ、ちょっと集中して無言になっちゃうな。別にいいよね。いやー、いないね。敵に会えないぞ。あ、オッケー、倒せた。よくわからんな、ショイダンは。ショイダンツンデレなのかな。倒せるときとそうでないときの差が激しい。なんでやねん。傍聴器ちょっと無理かな。傍聴器が飛行中。敵の航空機と交戦する機を観測した。はい、こっちに来てくれりゃいいけどな。来ないぞ。あーっとっとっと、誰も来ないぞ。オッケー、ギリギリ倒せたね。はい、ということで、強化パッチングですね。コンバットショットガン使ってきました。お、ブロンズスターも取れてよかったです。いやー、今回はね、かなり、立ち回りとかも、厳しかったですね。やっぱショットガンは難しいな。さあ、では、ガチャガチャ行きましょうかね。サプライドロップ、うん、重複でしたね。あとの3つはちょっと残しておこうかな。いやー、最近は本当重複ばっかりで全然何も当たりませんね。ということで、今回はパッチ後のコンバットショットガン使ってきました。いや、今回のプレイを見た通りというか、ご覧になった通り、もう、うん。とにかく焼夷弾がね、今回のパッチによってかなり強くなっておりますので、ぜひね、アタッチメント焼夷弾つけてって、最初からね、焼夷弾ぶっ放していくっていう感じがいいんじゃないかな、もうショットガンに関しては。そうですね。で、空挺にして今回みたいな感じで、ステディエイムとアドバンスライフル。で、なんか少しね、腰ダメも弱体化されるみたいな感じっていうか、されたのかな、もう。だから、ほんの少しね、腰ダメも弱くなっていますが、そんな気になるほどではないので、これまで通り使っていいと思います。はい、それじゃあね、また次回パッチがあった銃を紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、ファモ。